はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴田良二でございます。まさみ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。神山様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございました。早速チラシ送らせてもらいますのでよろしくお願いいたします。6月5日14時ごろ、荻窪にて内裏たすき使用で選挙違反する山添拓人、こいつも次参院選出ますんで、ちょっと焦ってんだねえかなっていうのは、令和の山本太郎も出ますんで、左翼票割れちゃうよね。で焦ってんじゃねえかな、ちょっと思っておりますけれども、どーどーとまた選挙違反してますね。共産党はね、内裏たすきで通名なんか宣伝してねえで、本名と戸籍謄本公開しろって。私みたいに戸籍謄本公開しろ。あとあれですね、他のね、右派と呼ばれるところも公開した方がええよ。津波とか地震とかで残ってない人、消失しちゃった人なんかもたまにいるんですけれども、6月5日、安保関連法案廃止を訴える。今更、左翼大規模集会のオール埼玉総行動開催。まあ、あいつら好きですよね。総がかり運動であるとか、総行動であるとか。まあ、捨て看板電柱にこう、設置してあるんですけれども、金、どっから出んだろうな、こういうのの資金はな。こういうのに費やす金はあっても、選挙には勝てないっていうですね笑っちゃう現実があるんですけれども、安保関連法案廃止を訴えてますんで、外観誘致主義丸出しむき出しですね。そんなにね、外国に侵略してもらいたいのかと、お前らの頭どうなってんだと。でですね、集会にはですね、日朝国交正常化で北東アジアの平和をなんていう日朝協会なんてやつも参加してたみたいであります。影の主催者ですね。日朝国交正常化を妨げてるのはミサイル撃って脅したり、拉致被害者返さねえ、お前らが悪いんだな。日本にばっかり情報を迫ってる団体組織と見て間違いないと思いますけれども、まあまあこの総がかり運動の影の主催者かもしんねえなって思っております。ゲストは福島瑞穂と前川喜平、あと共産党議員とか日弁連、埼玉日弁連なんかも主催者側でなんか喋ったみたいであります。文科省トップである責任感からですね、自費で女子高生限定で貧困調査していた前川と、天下りの斡旋でクビになりましたけど、その時クビになった逆恨みで安倍政権、安倍さんのこと大っ嫌いだったんですけど、まあすっかり辞めてから活動家になっちゃったな。高級官僚、まあまあ省庁のトップに近い方であるとか、国税局長であるとか、警察庁長官であるとか、その辺のね、幹部中の幹部の官僚は思想調査必要じゃないですか。これ法律で義務付けしないとまずいんじゃないですかね。あと身辺調査、どういうやつと付き合っているであるとか、文科省のトップだったんだからね、貧困調査員の前から後ろからスケベーはちょっとやばいっすよね。こんなやつがトップでいたから外国人留学生ばっか優遇して日本人学生にはただ金貸して利子つけて取り立てて、最近知りましてまた激どもの事実を知っちゃったんですけど、奨学金日本人学生に貸し付けてる日本学生支援機構、これは文科省の外局なんですけど、
毎年50億円利益出してるって。何それ、何それ、金貸しやって儲けてんのは学生に貸して、全くね、やってること金貸しですね。何が支援機構、日本学生支援機構って名前ですけど、日本の学生を支援する気が全然ねえね。そんな利益出しちゃってさ、行政権力振るう幹部官僚には政府転覆の思想信条の自由は許されないと思います私。なんぼね、思想信条の自由だなんて憲法で歌っていたところでね、だって権力あるんだから、文科省トップとかっちったらね、それは行政権力を振るったりであるとかですね、例えば厚労省なんかだとマトリっていうところでも麻薬取締局、マトリ、ここは拳銃の所持なんかも許されておりまして、まあまあドヤドヤ踏み込んで、ガサ入れしたり逮捕したりするっていう権力持ってますよね。まあこれ行政警察権って言うんですけど、まあ行政は権力を持ってますよ。それを振るうやつらの思想信条が反体制であるとか、敗北主義であるとか外観誘致とかだったらまずいっしょ。新車の支援車両も登場したそうであります。資金はどっから出てんだろうな。金もありいいなこいつらな。安保関連法廃止でなんで立憲主義を守ることになるのか意味不明です。この車の前にデガデガと立憲主義を守ろうって書いてありますけど、安保関連法案廃止でなんで立憲主義が守れんの。まあ左翼の異常な脳みそ内では辻褄合ってんのかな。これを理解できるようになったら多分脳みそが異常になってる、おかしくなってるってことで、医者行った方がいいんではないか、思いますけど、立憲が出した内閣信任案同調するのは現在のところ共産党のみだそうであります。民民の古川元久国対委員長、会期末になるといつも不信任を出す野党の在り方って点点点。維新の馬場幹事長、岸田内閣が何もやってないんで不信任って気にならないこれついでに自民党もディスってますね。両党とも、立憲が出した不信任案に批判しております。これブリブリものですね。ブリブリ。ネットの反応、政策提案は難しいから批判だけ、野党不信任案を提出したい、茶番を茶番と思わないってすごい、参院選で惨敗して消える党だからどうでもいい、もう立憲共産党でいいじゃん、有権者も分かりやすい、出したことで支持率また下がりそう。そうかな。今残ってる支持者、立憲とか共産の支持者は強固だからな、洗脳はな。勝手に右往左往して何やってんの。令和と社民が応援してくれるから大丈夫。不信任案提出は思い出作り、まあなくなっちゃう党ですから、選挙終わったら名前変えんじゃねえかなって思ってますけども、記事では社民令和の動向は載ってなかったですけど、論外4党仲間としては同調するんじゃないかな。社民と令和も不信任案賛成するんじゃないかな。維新と民民はですね、立憲と共産の違いを見せつけようと躍起になってるような気がします。多分その方が受けがいい、支持者が増えるって確信したんでしょうね。民民毎回出してんのは有権者の目がとか言ってるしね。民主党で一緒だった時は、あるいは民進党で一緒だった時は、民民は高齢の不信任案も喜んで一緒になって出してたし、サボり18連休も喜んでやってたのに、この表現ぶりと。まあ、民民はいまいち信用がありませんので、10年ぐらい信用積まないと、損得でまた表現する可能性あるのね、ここね。民主党、民進党にいてた時は、そっちの方が得だから、18連休したんだし、不信任案出したんだし、今は、反対した方が得だから、
やってるだけで、まあまあ10年ぐらい見張ってないと信用できねえな。信念なんかまるでないんだよね、こいつらね。住友化学社長で、経団連会長の徳良さんって方が、中韓などと交流促進したいと記者会見で言っちゃったそうであります。こっちから出向いて、交流したいとこなんとか言ったらしい。ネットなんです。はぁーって、交流を欠かさず続けるべき。だって、日本側が韓国に行って交流して帰ってこなくていい。韓国に行ったらなんかいいことあるんすかね。なんでよりによって中韓なんだ。日本側から韓国に行きたいんだって。それ経団連の総意なんかね、経団連の会長としての立場で喋ってんのがね、個人的にね、徳良さんが、キーセンの接待楽しみなんて言うんだったら、自分の金で言ってくれよ。経団連としてではなくさ、で、入り浸って帰ってこなくてもいいからさ、団塊世代で、この動画見てくださってるエリート様以外に多いのは、やっぱダントツ多いのがテレビ左翼ですね。テレビにしか情報源がなくて、なんとなくテレビに洗脳されちゃって、自民党はダメだ、官僚は悪いことばっかりしてる、公務員は楽してずるしていいお金もらってるっていうようなテレビ左翼、でなければ大東亜共栄圏思想っていうのが多いです。団塊世代で右派って呼ばれる人にも大東亜共栄圏思想ね、この経団連会長もですね、脳みそが更新されておらず、中国韓国を未だにね面倒見てやんなくてはならない小国だと思ってんじゃないかな、敵国なのにな、私思います。だからこんなことがほざげんじゃね、韓国なんか竹島奪って返して、返さない、まるっきり敵国なのにさ、他の国だったら宣戦布告もんですよ。機械性擁立に反対した山下俊介候補を放逐したことを、チャンネル桜の水島社長がね、自ら動画で、説明して発表してたみたいですけど、まあそれは見てないですけど、水島独裁であるとか、理由が全然理解できんとか、評判は散々でした。チャンネル桜はね、昔から、台湾だの、チベットだの、ウイグルだのに熱心で、今回も日本人より、ウイグル機械一世を優先したわけですけども、水島社長も、大東亜共栄圏、なんじゃないかな、信念も。でね、チャンネル桜ってあんまりね、朝鮮、韓国のことは、やらないんすよね。こんなこと言ってやがる、ふざけやがるっていうのを、あんまやんないですよ。未だに見下しててね、面倒見てやんなくちゃなんで、かわいそうな国ぐらいにね、昔から敵国なのにね、私の信念は超個体主義です。日本は超個体であるっていうのが私の信念です。大東亜共栄圏ではありません。それの定義はこちらなんですけど、日本人は全て皇室を総本家とする分家である。日本人はすべて遠い遠い親戚同士である。帝国は親族のみで経営する組織である。国家って漢字当てた方は、和勝さんじゃないでしょうかね。日本って、日の本家っていうことが、日の本家。まあ、名字はですね、みんな違ってますけど、日の本。日の本っていうのが、皇室の号だと、思うんです、私。五。皇室にもし、名字があるとしたら、日本とか日本とか、日の本って名字だと思うんです。ただ、いる人全員、そうだから、名字は、なんていうのかな、皇室にもらうもんなんで、あくまで皇室が主語で、わしらみたいな民を識別するためにつけた標識番号は名字で、まあまあ主語である皇室は見分ける区別する方なんで、あどこそこの誰それっていうことなんで、自分は姓を持たない、もし持ってるとすれば日本であるっていうのを何かで読みましたけれども、だから私は外国人生活法なんかとんでもねえし、
なんでよその家の人面倒見なくちゃなんねえの、家を物理的に守るために9条はなくしたいし、家の中に入り込んでる外国のスパイ、よその家の人ら、親戚でねえ人らはデトックスしたいし、福山哲郎であるとかパクシン君とかシャシャード、あの経営に紛れ込んでる、家の経営に紛れ込んでる連中許せねえし、まあ、他家に洗脳されてる、だそういう連中に洗脳されてる日本人親戚は腹立たしいし、戸籍は公開しましたし、不法滞在者は気味が悪い、外国人実習制度数千人の失踪者を出してるなんてのも気味が悪いし、余計なことだと思うし、親戚に仕事やれよって思うし、そういえばあの田中角栄もですね、演説で過去にこう言ってたことがあるんですよ、みんな仲良くしましょう、五代も遡ったらみんな親戚でしょうよ、言ってました、演説で、街頭演説で。ね、まああの村だったら五代遡ったらみんな親戚になりますね。で、10代遡ったら多分ですけど県ぐらい親戚になっちゃうね、多分。昔だったら信濃の国とか武蔵の国とか尾張の国とか、まあ、10代遡ったら親戚になっちゃうんじゃないかな、20代遡ったら日本中親戚になっちゃうな、いうのがまあ超古代であるっていう説なんですけれども、室町時代1000年ぐらい前ですね、違うか800年ぐらい前かぐらい の、 あの日本人の人口1000万人ぐらいだったそうです、であのみんな親戚で、その末裔の俺らもみんな親戚です。総本家は皇室、超個体主義の私と大東亜共栄圏の主義は意見が合いません。なんで親戚でもねえもののあの国の面倒見にくしなんねえんだ、全く相入れません、その大東亜共栄圏思想の人らとは。経団連の会長であるとか水島社長であるとか、っていうことが昨夜ビガビガと雷のように分かりました。多分これあの桜がやることに腹が立つ理由ですね。機械一斉擁立とかね、なんであの親族経営の会社の経営陣に親戚じゃねえやつ入れようとするんだ、自民の小野田さんは親戚です。日米ハーフですから親戚です。なので政府なんですけど、日本は超個体である、現在絶賛漫画家中であります。ちょっとあの漫画家の方の都合で遅れておりますけども、出来上がったら買ってください長々宣伝してんじゃねえよなんて思われる方もいらっしゃるとは思いますけども、出来上がったら買ってください。メール当院の方には、ちょっとずつ分けて、無料でお見せしようかな、思っております。で、私と日本改革党のことは超個体派って呼んでください。私は超個体派、超個体主義者、日本は超個体である、みんな親戚だから、外国人でわがまま欲張り親族経営の会社の仕組みを変えようとするやつは許せぬっていうような主義ですね。これをご覧になったエリートの皆様も今日から超個体派とか超個体主義者ですね。日本人が全員親戚の結果、世界唯一災害時に略奪が起こらない、支援物資とかきちんと並んで、受け取る、みんな親戚同士だからな、親戚だけしかいない集まり、例えば葬式であるとか結婚式であるとか、そんなとこで暴れられます？暴れられないよね。世界唯一何も言われなくてもホームで並ぶ、何も言われなくてもエレベーターでは左に寄って右側を急ぐ人に開けといてあげる、世界唯一店員さんのために食器をまとめたりテーブル拭いたりする、これ日本人以外やらないそうです。日本で生活が長くてそういう癖ついちゃったアメリカ人がアメリカに帰国した時これやったら一緒に飯食ってた人から店の店員さんから
シーンとなっちゃってじーって見られて、こんなの初めてだ、こんなの見たの初めてだ、お客さんがこんなことやんのって言われたそうです。からくり人形、日本刀、冷戦などオーバークオリティの塊、親戚が使うからっつって使うからですね、イエスのはっきり言わない、察してくれっから、親戚だから。世界唯一正規の国家の正規軍が正規の作戦として特攻を実行、これあのみんな親戚で超個体であるから、まあまああの個人個人は爪の先とかですね、個体の大きな大きな日本っていう個体の眉毛の一本とか、まあまあそういうことを理解してたんですね。ですんでね、あの本体守るためにまあ手犠牲にするようなもんですよ。手ガードするようなもんですね。まああの殴ったりもするわね、あの小指がたとえ折れたとしてもね、超個体だから、日本で一つの全体の個体で、個人個人はそれの組織であるとか機関とかそういう位置づけを理解しとったから、ああですね、まああのこれも究極のオンリーインジャパンって言えなくもないですね。親戚じゃねえもんね、あの親戚として受け入れた日韓併合は大失敗でしたな。何十年も経ってからですね、あの何癖嫌がらせで金くれ金くれ言われてさ、超個体派なら考えもしねえ愚策でしたね、日韓併合なんてね。一時撤退しさ、韓国ヒュンダイが日本事業を再開したそうであります。5月の販売台数は7台だった7台1ヶ月じゃあ年間で100台ぐらい売れんのかな、どうなんだろうね、ネットの話誰が買ったんだよすげえ7台も売れたんだ、快挙だね、めっちゃ売れてる、もう安泰だね。予想以上に売れてんな、従業員が買ったのか、新記録やろ、よかったね、えらいえらい、韓国産と分かりにくくすれば売れるで、どういうやつが買ってんのか純粋に気になる。まああの民団の幹部とか総連の幹部は買ってったらいいんじゃねえの、あとやお金がある焼肉屋の親父とかさ、無意識に親戚が使うもんだって思いながら設計組み立て製造してる日本車が異常なんですけどね、あの品質的にね、可能なインチキ見逃さずっていう韓国車も異常なんですけど、手抜けるとこ手抜かねえと損だぐらい思ってる、のも異常なんですけど、世界一の日本車作る日本人に車売るのはエスキモーにあの冷蔵庫売るぐらい難しいんじゃないか、でも持ってるそうです、冷蔵庫何のため使うかっていうと、こんなように保温しとくため冷蔵庫、エスキモーさん持ってるみたいですね。冷凍庫は必要ないかな。欧州メーカーも日本車全然かなわなくなっちゃって、これからは EV とか言い出してんでしょ、あのエンジン全然かなわなくてね、インチキあのディーゼルのクリーンディーゼル詐欺とかやってましたもんね。その他の結果なんですけど、1位ベンツ3820台、1ヶ月だけで、5月だけで、2位フォルクスワーゲン2477、3位 BM 1955、4位アウディ1846、ドイツ勢強いっすね、さすが。5位ミニ、1374台、ミニ実は BM の傘下に入っております BM 社になっております。イギリスが売り飛ばしましたミニっていうブランド、ですんでまあBM とミニ合わせたらベンツぐらいのになっちゃうのかな。ポルシェ693台、フェラーリ109台、1ヶ月だけで、ジャガー63台など、ポルシェがヒュンダイの100倍売れてますよ700台、約700台、ポルシェ、うわー、フェラーリも月100台も売れてるな、いやーどこにあんなーって、この表を見てびっくりしましたけど、月に100台も売れてるのフェラーリ、だったらそんな珍しいもんでもなんでもないですね。超個体主義の皆様は、よかったら親戚が親戚のために作った国産車に乗ってあげてください。これはあの私からのお願いであります。というわけでメール党員様、ポスティングボランティア様、ご支援、募集
続行しております。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。